マイケルリン。日本の東京出身で台湾の名家キリボン、林家の9代目。台北、上海、パリ、ブルッセルなどを拠点に世界各地で主にインスタレーション作品などの創作活動を行っている。台湾で新潮時代からの富豪だったキリボン、林家の家系で台湾文化協会を設立し、日本で貴族院議員も務めた林剣道のひ孫にあたる。 祖母は日本人。父は実業家の林広政。1964年に東京で出生するも、8歳時に日本を離れ、台湾で林家と同居するようになる。1973年の9歳時に家族と共に米国に移住。1980年に台湾に戻り、アメリカンスクールに通学するも、高校3年時に再渡米する。 幼少時の米国移住は1971年のアルバニア決議による両親の危機感が要因としている。同じキリボン、林家のリチャードリンも油絵や彫刻分野で活躍した芸術家。カリフォルニア芸術大学で設計を専攻し1987年に卒業後は一旦就業するも設計が向いていないと自覚、サイドオーティスカレージオブ。 アートデザインに進学し、1990年に美術学士課程を修了する。その後1993年にアートセンターカレッジ、オブデザインでも美術学習士課程を修了し、台湾に戻った。台北市のスタジオ、これ道公園での創作活動で頭角を表し、その後日本や北米、ヨーロッパ各国、中国など世界各地で活躍するようになった。 2014年には1年間国立台南芸術大学造形芸術研究所客員教授を務めている。台湾で復興しつつある台湾客府と似た系統の八花花布中華圏伝統の花柄模様を使った大胆な絵が最大の特徴。日本統治時代に没興し戦後に最盛期を迎えた繊維産業は主にカーテンや寝具のシーツなどが主な用途だった。 中国文化古来の伝統である、吉祥文様やボタン、流宝締めさちを大胆に描く、アテキ花布とも呼ばれるデザインが多用されている。その後宣伝されたデザインの外国製品の流行などで一時は衰退したが、1990年代に巻き起こった台湾本土化運動の影響で、美術作品の素材として重用されるようになった。そしてこれらの柄と素材を作品に活かす、 工業デザイナーや芸術家が相次いだ。リンは米国から帰国すると、台湾での幼少期における自身の記憶を消化させるとともに、これらのムーブメントを自分の作品に融合した。その後、台湾花布の花柄を大型化し、壁画アートのような大規模なものにもあしらう作品を多数生み出している。リオンビエンナーレ出展の作品、ホワット・エーディファレンス。 英霊メイド金沢21世紀美術館市民ギャラリー壁画ボメラートのブティック店内ありがとうございます